ブリジトカ・モルナルはセルビアの女子バレーボール選手。ボイボリナ自治州のトラック出身。ポジションはウィングスパイカー。セルビア代表。2005年にセルビア・モンテネグロ代表に初選出され欧州選手権に出場。2006年には世界選手権で銅メダルを獲得。2007年のワールドカップからレギュラーに定着し、翌2008年に北京オリンピック出場。 2006から2007シーズンのルーマニアリーグ、2009から2010シーズンのギリシャリーグで MVP を受賞。2010年の世界選手権に出場した。2011年のワールドグランプリ2011で初出場ながら銅メダルを獲得、同年9月のヨーロッパ選手権で初優勝に大きく貢献した。2011から2012シーズンは、 V プレミアリーグの NEC レッドロケッツでプレーした。2012から13シーズンはトルコリーグガラタサライへ移籍しヨーロッパチャンピオンズリーグに出場した。身長は1 8 2トルとセルビアのメンバーの中では低い方だが、スピードと安定した守備力を見せる。スパイク時の最高到達点も3 0 8トルと非常に高い。セルビアゴラテン本時、 ブリシとかモルノアル、ありがとうございます。